様こんばんは、吉川中英でございます。ギターストーリーズというなんかこう皆さんはロックギタリストを、ね、お招きしてやってる番組なのに僕に声がかかったってことは僕のことをロックと認めていただいてるんですね。ありがたいですね。今日は僕のギターの話とかですね、だから、まあ、影響があった音楽の、話、それからギターとの、付き合い方とかですね、練習の仕方とか、今日は約1時間ですね、お互いに楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。でせっかく皆さんギター持ってきているので、なんかこう、セッションしようかと思ってますけども、例えばなんかねずっと考えたんだけどベンチャーズもちょっと違うなと思ったんだけどね、例えばポリスのこの循環でね G、E マイナー、C、D なんですよ。やっちゃうともうなんかそんだけでもつまんないでしょ。なんかロックじゃないしさ、フォークになっちゃうし、だからもうその、G、E マイナー、C、D ってのはもう全部ね例えば3度なくしちゃうの。で G だと B の音なくしちゃうのね。で5弦はこうやってこうミュートしちゃえばいいから、もうこれでこうストロークやっても G、E マイナー、アドナイス、これ E マイナーじゃないですか。じゃなくて中で4弦の4フレットを弾いてください。で今度 C の時はね C アドナインスを押さえるんです。 D もずらす。なんとなくじゃあこういう循環やってみましょうか、しばらくね。せーのー。